ウルトラの国を襲った黒いウルトラマンたち。その正体はメフィラス星人がジェロニモン、バルタン星人を利用して集めたウルトラ兄弟の戦闘データをもとにカオスヘッダーのコピー能力で生み出したカオスロイドであった。ウルトラの国を照らす人工太陽プラズマスパーク、それを暴走させようとする最後のカオスロイドのもとにウルトラマンが駆けつける。カオスロイドの侵略からウルトラの国は守られた。しかしメフィラス星人の計画はまだ終わっていない。